どうもお疲れ様ですではね、これから始まる第33週、8月14日から18日までをちょっと見ていきたいと思います、えー、テクニカル的に見ていきたいんですけども、これはね、145位の警戒水域に入りましたんで、テクニカル的に見るのは、今週はちょっと無理ですね、えー。というのがね、前回の口先介入があったとこは、ここですよ、で同じところに今、来ちゃったんですよ。 で、これ、週足ですから、わずかね、1ヶ月、2ヶ月ないうちに、この前の口先介入でドーンと下がった137円まで、大、え、体、ー、いい7円ぐらい下がったものがですね、7円8円下がったものが、また同じところに、1ヶ月半ぐらいで戻ってきたわけですよ。ということはね、ここで口先介入して、もうちょっと叩き落としたいっていう意図も働くと思いますけども、もしかしたらね、14日から18日のまでの間に、これを放置して、もしくは、 警戒を促したのに、こっちと同じようにぐーっと進んでいて手がつけられない状態になるってこともあるんですよ。だからその辺をね、一日一日しっかりと見ながら、特に材料が今週が3回ありますんでね、その材料の時に大きなきっかけになる可能性が強いんですよ。材料で下の方に行けばね、介入の運気はまたちっちゃくなって、さらに倍で取っていくチャンスが生まれるんですけども、ただ、かあの、材料のおかげでバーンとね、上に跳ねた時って、もうその瞬間とかその次の日とかね、 割と実際の介入が入るタイミングって早くなると思うんですよ前回介入があったのはここですからね152円のところね前回は黒田総裁でした今回は上田総裁に代わってどのタイミングでね市場介入していくのかってことになりますいつもながらこの介入のタイミングってのは分からないんですけどもただ近づいてるなってことぐらい分かるんですよで近づいてるなってことはポジションをちょっと早めにえー 抜いていいててくくくこことともしくは小刻みに利益を取っていくことね前回も前々回もお話ししましたけども小刻みな利食いで利益を確保していくのがテクニカルの中ではやっとですよファンダメンタルの要素を使っていける人ってのはねその介入を狙って大きく儲けるってことができますけどもちょっとこれはね、えー、この場ではおすすめできません、えー、まずはねテクニカルを徹底的にマスターしてレンジっていう場所を克服することその次にえー トレンドですよね。今回上昇トレンドが今週起きましたけども、トレンドを制覇すること。この段階の次ぐらいに、週間取引ができることね。例えば1週間の上がるか下がるかぐらいは分かんないといけないですよね。それがあ3段階目です。で、その上に、ファンダメンタルで勝つ。つまりは、材料がある時を還元する。介入がある時を還元するっていうことになりますので、まあ、そうですね。4段階に今分けてお話ししましたけども、もう最高峰なわけですよ。介入とかね、材料で利益を出すなんてのは。 だからこそ利益額もでかいんですよね、えー。そうなってくるともうね、年間の数千万ってのは行きますんで。えー、ただ今私たちは年間でとりあえずね、2、300万から400万、このぐらいをコンスタントに毎年毎年出せるようになっていくことが大事です。これはとにかくね、レンジをマスターするとそうなりますから。 だからまだレンジがマスターできないってことは年間数百万円の利益が出てないかなってところ、まあ、数百万っていうかねピップスで言った方がいいのかもしれませんけども多分金額で言った方が分かりやすいと思うんでねスタンダード口座でいつも1ロットでトレードをする方が行くその水準がね今年間数百万というふうにお話してますだから年間でね2 3 0 0万とか400万という実績を出されてる方これもスタンダード口座であのエントリーの時は1ロット行ってるわけなんですよ 大体大きく崩れないと思いますよ。だから2ロットって2ロットってのは結構ね、でかいんでね。1ロットの次は1.2とかね、1.3なんですよあ。ちょっと話がずれましたんでえ、次の軸に戻しましょうか。はい。週足の方ではお話ししました。次は日足です。日足ももう言うことはあまりないんですけども、この警戒水域に来たでしょってことが言いたいだけなんですよ。え、それからちょっとね、繰り返しになりますけども、 この陰線が出た段階でこの陽線が予測できましたかってことなんですよ。少なくともここまでは行くだろうと。ここを抜けるかどうかまではちょっとね、様子を見ないとわかんないけどねっていうふうな形で週間予測っていうのが成り立つわけですよ。だいたい私の週間予測っていうのは外れないでしょ。で、習慣予測ができない時っていうのはまあしませんけどもね。でも大体できるわけなんですよ。できないと数千万っていうところに行かないからなんですよ。はい。じゃあ次は4時間です。 4時間も特に言うことはありません。右肩上がりのトレンドが見てるだけで、で、それぞれにネックラインっていうのがこういうふうにね、存在してますよねってことをお話ししてるだけですからね。うーん。あ、そう、ネックラインの話、ついでにしますと、こう落ちていくじゃないですか。上級者の方落ちていくからしめしめと思って、落ちてる途中に、倍でポジション取りしたりするわけなんですよ。こういうところとかね。まあ、ここでできる人はなかなかいませんけどここでできる人はなかなかいないのは次は、 この下ヒゲをおー、まあ、マークしてですねあじゃあ上がり途中に倍で入ろうかなってことができるわけなんですよこの人はどっちかっていうと上級よりも中級に近いですよね中級の方ってのはあの落ちたものが上がってくるその途中で乗っかるんですよね倍の方でで初心者の方とかリスクの取れない方はこのネックラインを越えたのを確認してから倍で入ってくださいね その分リハバーってのはこの分失われますけどもでもロスはないでしょリスクはだからこういうふうにして、えー、小さな価値を積み重ねるのが初心者の役割まあグランドの球拾いみたいなもんですよバッターボックスに立ったりとかホームランかっトばすためのねボールを投げてもらうっていう段階にはいないってことですから謙虚に自分の位置を確かめて一歩一歩前に進んでもらいたいと思います、まあ、一歩一歩って言ってもね100歩もないですから初級中級上級があるぐらいなんで三、ね、<laughs> 3段階ってとこですか でオリガルヒの多くの方っていうのはあの第一段階のね初心者から始めてると思いますけどもまあでもね1年以内に中級者にはなれるでしょ、うん、そうなると年間で100万とか200万っていう利益を取ることができましたっていうような報告が上がるわけですよ月収100万のレベルになってくるともう資金量も結構大きいんで上級者というふうに分類してもいいかもしれませんねはいそしてうまいことここで反応するのがここですよねここでネックラインを超えた後に 上上上昇にににに向かっっってててて高校を越えるるとさらに強くく上上がるって形になまますす時間ではよく出てますよ出ねだからファンダメンタルから離れてテクニあの何ですかねあのランダムウォークからも遠くにいるからなんですよ多分1時間とか4時間っていうのは最も取引する人が多いところですからボリュームゾーンですから、うん、だからこういうふうな形ができるんですよねランダムウォークからも離れてかといってファンダメンタルにも影響されにくい一番テクニカルの効きやすいバランスのところですよね 図に書きます。こういう風になってます。ちょっと今回あんまりね、習慣の予測とは関係ない話してますけども。えっ、ー、と、こっちがね、ランダムウォークですね。適当に動くよです。ランダム。はい、ランダムウォーク。で、ファンダメンタル。ね、ファンダメンタルがあります。で、時間軸が小さい。 こっちが時間軸が大きい。大きいってのはどういうことかっていうと、日足から週足、突き足っていうところがでかいってことです。これファンダメンタルに大きくは左右されますえ。そしてランダムウォークっていうのは1分とか5分とかまあ15分まででしょうね。ちょうどバランスの取れているところってのがテクニカルの最も有効に活用できるところになります。これがだから1時間とか4時間なんですよ。だから私たちはまずは一番攻略しやすいここをやっていきましょうってことですよね。 ここがどうにかなるようになったら今度はね週刊取引っていうのができますから週刊取引っていうのは利益がでかくてそこまでファンダも入ってこないんでここら辺になるんですよで基本的にはですねこっちから下っていうのはおすすめしませんただ乱数になってくるだけなんでギャンブルに近くなるんですよこっちがもうどっちかっいうと哲学に近くなりますね政治に近くなると言ってもいいですね、うん、だから同じ FX っても全然領域が変わるってことをね、えー、分かっておいていただければと思います はい、ということで、ミニ講義をしましたところで、えー、この右肩上がりの上昇トレンドは完全にテクニカルが働いていた1週間ということになります。今ご覧いただいているのが1日足なんですけども、ただ145円というね、前回介入があったところになってくると、ファンダの要素が入ってくるから、テクニカルが徐々に効きにくくなるから、あの、要警戒ですよっていうのが、33週の、まあ、大筋のね、 スタンスです。ですので、価格予測はできません。145円を超えて上の方に行くか、145円で跳ね返されて、またね、140円前後、137円ぐらいまで引き戻されちゃうのかってことを今週は見ていく。そんな分岐点になってくると思います。はい、それでは以上でございます。お疲れ様です。